はい、やってまいりました。笑うと幸せとかけまして、超高ファンナイトタイムハブカでございます。本日は大浴場、マコモの湯というところに来ております。マコモ、ホテルマコモというところで、一泊でね、5600円で泊まれる形で、和室ですごいね、リーズナブルな、温泉宿でございます。まあ、こんな感じでね、時間帯ちょっと、10時で終わりなんですけど、12時までちょっと開けていただきまして、こちらが温泉でございます。住所で言うとね、ちょっと、霞ヶ浦の湖をちょっと下の方に行きまして、イタコですね。ちょっとイタコの、駅の近くの温泉旅館になります。マコモ、旅館マコモですね。で、こちらが、温泉でございます。100% ではないって言ってたんですけど、まあ、どこも一緒ですよね。まあ、とにかく、まあ、入ってみたいと思います。最高ですね。こんな感じでございます。外はちょっとね、見づらいのかもしれないですけどね、やっぱ霞ヶ浦、北浦に囲まれてちょっとね、下がったイタコの、温泉宿でございます。一泊二日で5600円と、ね、結構リーズナブルですよね。旅館もついて和室があって、まあちょっとね、滑り込みで本当は舐め方という方面に行って泊まるところを探したんですけど、全然ちょっと空いてなくて、旅館自体もちょっと少ないっていうところから、さらにね、17分ぐらいか、6キロぐらい戻りました。でね、イタコで予約見つけました。まあ、温泉ちょっとね、ぬるめですけどね、やっぱり、まあ温泉という感じしますよね。やっぱね、入った感じがね、やっぱちょっとじわっとくるような、そんなものありますね。はい。まあ今日はこんな感じでお開きにさせていただこうと思います。またぜひ、ご紹介させていただきます。ありがとうございました。